信長の野望。新生。ついに発売されました信長の野望新生。早速遊んでみます。そして初プレイなのに当たり前のように上級を選ぶ。でも金銭と兵糧は標準って書いてあるし、PK 版かアップデでもっと難しい難易度出るかもだね。さよか。歴史イベントとかはデフォルトのまんま。シナリオ選択は1553年の終わり統一。中央はこの頃三好が京を制圧してて、三好政権とか呼ばれてる時代か。三好が幅を広げております。将軍はポツンと一条。いとかなし。かわいそうなので私たちの力で室町幕府を復活させましょう。一応幕府は滅んではないよ。室町が御用所でなくて何が室町幕府かー。三好から京を取り戻すぞー。おう。では武将をちょろっと確認。名門揃い。だが弱い。何をおう。細川春元さんなめんなよー。幕府官令やぞ。将軍に次ぐ権力でも一条しかない幕府じゃ。有能な存在を挙げるなら同じ細川でも才能の塊、細川藤田かー。武芸は塚原牧伝に学び、文学では古今和歌集の解釈、古今伝授のこの時代唯一の継承者であります。この人は有名だよな戦国時代を最後まで生き残った人だし。そして忘れちゃいけない我らの将軍、十三代征夷大将軍足利義輝。戦法は固有で、公方の立ちか、かっこいいな。将軍様も塚原牧伝に学びし剣豪、剣豪将軍とかよく呼ばれてるよ。てか歴史解説もどきだけで時間過ぎちゃうな。さっさとゲーム始めようぜ。あいよ。そして初見プレイ。無事滅亡。おい。10倍の兵力の三好に攻められ同時に朝倉さんも攻めてきたよ。てか開始1年持ってねえじゃねえか。今作は割と高難易度の予感。普段はしないセーブロードありで頑張りまっしゅ。謎のこだわりを諦める難易度。てか操作に慣れてなくて、指示ミスが多すぎでして。お前すぐやらかすもんな。てへ。そんな滅亡寸前幕府の最初の方針、歴史イベントまで生き残る。お、このイベント今日の二条御所がもらえて、しかも三好と2年の同盟締結。でも発生までまだ2年近くある。さっき1年持たなかったような。全力で抗うのみよー。あ、そういえば将軍様がぶっ転がされる永禄の変はないっぽいので、将軍様はイベントでお亡くなりにはならない模様。発生しそうだったらバッキバキにフラグへし折ってやろうぜ。んじゃ、ゲーム開始。まずは直轄領の軍を開発。軍の掌握とかすると収入や兵士が増えます。内政はこんな感じなんな。初手は同盟国の六角さんに進言。進言ポイント40で、一回援軍してくれます。今作では援軍の強制力が高く、お城に兵士がいれば確実に援軍を出すのでありがたいです。費用は毎月200か、収入少ない序盤は辛いな。でも現状攻められたら終わりなので、本願寺にも進言してポイントを貯めましょう。開始直後からギリッギリ成果アーツ。そして早速出陣。ゲーム開始1日目で戦争とかどこの戦闘民族だよ。目標は後瀬山城、若狭武田を成敗じゃー。おい若狭の武田さん悪いことしてないだろ。幕府側の人間なのに、幕府と同盟組んでないからアウトー。まあ官令細川春元さんの家督の死闘に巻き込まれて、戦あったし、恨んでるのかな？無能官令のせいかよ。ああ、春元さんなめんなよ。政務は70にあるんだぞー。微妙な高さ。我らの最大兵力1800をもって、敵3100を打ち破るぞー。おいバカ城攻める方が兵少なくてどうすんだよ。我に秘策あり。お手並み拝見だぜ。この世界、軍を進めるには軍を制圧しなくてはなりません。お、敵三軍を取られるの嫌で、打って出てきたな。そして大名自ら戦闘に参加していると、合戦が可能になります。マップでの通常戦闘以外にも、合戦ってのがあるのか。それでは前歯がチャーミングな武田さんをしばきましょ。見た目をいじってやるなよ、かわいそうだろ。ごめんちゃい。では、回戦だー。回戦。もうお気づきの方もいらっしゃるでしょう。そう我が軍は600の3部隊で1800。敵さん1部隊で1800。囲んでボコるだけの簡単なお仕事です。非常苦戦。仕様です。勝利条件はこんな感じー。勝利条件は4種類か。士気を0にする、敵をすべて撃破、軒口をすべて破壊、あと大名を討ち取るだね。士気とかもあるのな。士気は上のバーで、青が自分で、赤が敵軍、端っこまで色が変わった方が勝ちー。士気が上がると攻撃力とかもアップするよ。士気はどうやって上げるん？敵部隊の撃破や要所の占領かな。要所は今画面の左にある菱形に旗のマークのやつとか。もうちょい部隊数が増えて大きなマップになると、落石ポイントやら射撃ポイントとかもあるよ。
そうなんな。軒口は奥にあるやつ、これ壊しても引き上がるけど、軒口一つしかないから壊せば即勝利だよ。軒口なんて全部破壊したら、紙幣になって死に物狂いで戦いそうなもんだけどな。まあそこはゲームなんで、身も蓋もねえな。そして敵を追い回してついに来たー。一番やりー。一番やりの細川元常さんには、勲功がつきまーす。また違う細川さん。この細川さんはできる細川さんのお父さん。細川さん多すぎで覚えられん。まあ名門中の名門ですから。で話は戻って、一番槍とかで戦働きしたりして、勲功が増えると出世します。組頭から始まって宿老まで上がるよ。出世すると代官以外にも、城主や領主になれるようになるっぽいな。外交や政策も身分が必要だよ。そして戦場では強撃発生。強撃された相手はどんどこ消耗。舞台の顔アイコンの横の緑のバーが体力ゲージで、これが下がると舞台の能力も下がります。それで挟み撃ちしやすい、この卑怯くさい3部隊編成で戦いに挑んだわけか。卑怯ではありません、知恵です。おい。ものすごい猛将でも体力ヘロヘロになると能力も弱々なので、体力の管理はかなり大事。仲間が疲れたらこんな感じで交代して休むのもありでございます。こりゃ大規模戦争になったら大変そうだ。まあ休憩時間になったら、私がトランシーバーで連絡するから大丈夫だよ。お前戦国時代にトランシーバー持ち込んでんじゃねえよ。これがプレイヤーチート。こらこら。そして戦の花、戦法を。将軍、戦法ゲージが溜まっております。とどめをよろしくお願いいたしまーす。室町を追い出された将軍の怒りと悲しみの一撃、相手は爆散する。こうして初めての合戦を勝利することができた。屍るいるい。勝ち時をあげよう。勝ったどう。将軍様のお顔もそこはかとなくどやっております。そんなわけで初戦は1800の敵兵を1000名つ、こちらは500ほどの存在でした。MVP の細川さんには勲功が贈られまーす。そして軍を制圧してたら敵が湧いてきた。なんか兜のアイコンのところから出てきたぞ。彼らは国衆、最も従属度の高い勢力に援軍を出します。うちの領内にも国衆いるけど、まだ従属してないのでそのうち愚臣や領内諸作で国衆懐柔しますです。そして国衆との合戦に突入。囲んでボコったら帰るってさ、雑魚相手でも容赦なし。おうち帰るそうなんで道を開けてあげましょう。うん、こいつらは殲滅しないのな。国衆の人たちはこの地域がうちの支配地域になったら、仲間として戦ってくれるので、殲滅して消耗させないように配慮しました。でも逃がしてあげても平和ゼロになったっぽいので、多分意味はない。ただの自己満足じゃねえか。無事勝利ー。そんなわけで125の兵の消耗だけでなんとか対処できました。そして MVP は征夷大将軍。で将軍が一番槍取っちゃダメだろうが。知恵。千瀬山城に到着してお城を包囲中。腰病老が持つか心配。突然家臣に三好闇討ちしない？と愚心される。そんな金はない。こんな感じで愚心いっぱい来るけど、私の内政が下手なのか万年金欠で非承認。意図かなし。効果は良さげなの多そうなので残念。行為してたら将軍がじれて勝手に強行した。こちら霊夢、将軍直ちに強行をやめなさーい。トランシーバーで怒られた将軍。操作に手間取り兵士が半分になっちゃった。安定のやらかしー。兵500、これが幕府の全力じゃー。しょっぽ？うおー、あとちょっとだー。頑張れー。やったぞー、敵城陥落、足利家の大勝利だぜ。かーあったぞー。こうして若狭家だけは滅亡したのであった。滅亡したのでお楽しみのお城の中の人、全員登用のお時間。武田義澄さんなど、そこそこ優秀な武将をゲットだぜー。義澄さんの奥さんは将軍様の妹なので、歴史ファン的にも嬉しい人材であります。しれっと初手で身内の城落としてんじゃねえよ。てへ。落としたお城は前歯がチャーミングな武田信豊さんにお願いしましょ。信豊さんは吉住さんのお父さん、奥さんは我らの同盟国六角貞頼の娘さん。ほんとこの時代は親戚付き合いが大事だったんだな。そして我らがお城をゲットした2ヶ月後、三好が指導を。高屋城が狙われてるな。幕府としてこれ以上三好に好き勝手されるのは許せえん。六角さんにお願いして三好を攻めてもらいます。超無茶ぶり。そして六角さんとは別のお城も本願寺さんにお願いして攻めてもらいます。坊主玉砕入りまーす。これで三好の高屋城攻めの邪魔がうまくできるかな？どうなることやら。なお、使
かった信用ポイントは回復のため再度進言します。幕府の蔵にはもう金がない。いつもこんなもんだよ。余計に立ち悪いわ。坊主1800撃沈。すまぬ、すまぬ。六角さんは4800と結構な大軍。軍を制圧しつつ昇竜寺城を目指します。六角さんなかなかやるな。ぐんぐんと突き進む六角の精鋭、敵城の眼前に迫る。そして三好がブチ切れた。まあそうなるわな。三好、城を押すぎ。六角さんが頑張ってる間に、私たちは神前を頑張りました。またこれですぐに六角さんが呼べるね。やったね。これ以上は戦えぬか。もう戦えないってよ。何のことだか。鬼の所用。そして六角さんたちの奮戦虚しく、高屋城は落城、ついにこの時が来てしまった。三好役一万が出陣。ではこんなところで今回はここまで、次回三好との決戦。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。序盤から綱渡り状態の幕府、将軍様は今日の室町に帰ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。